行書や草書、漢字と仮名が混じった調和体、古代文字の篆書。県立美術館文館で開かれている書道家森山丹宗さんの作品展、52点が展示されています。同じ会場の別室ではもう一つの作品展が、かつて森山さんの教えを受けた熊台書道部の卒業生らによる協賛展です。先生が最後の個展と言われたから、僕たちも一緒に邪魔していいですかみたいな話があって、それはもう正直に言って非常に嬉しかったですね。紙の調子をこうやってこう見るんです。でどんくらいにじむのかなとかね、どういう線になるのかなとかと想像しながら、そしてどういう作品にするか決める。今年米寿の森山さん、1972年から30年間熊本大学教育学部で書道教育に携わり、熊台書道部でも指導に当たりました。退官後ほぼ5年おきに個展を開いてきましたが、今回が最後となります。そこでかつての教え子たちが恩師の個展に協賛するため30年ぶりに筆を取ったのです。1年前から再び森山さんの指導を仰ぐことに。それはもう久しぶりに指導するのも嬉しかったですね。元教え子は40代から60代、1週間に1コマだけ書写の授業で筆を持つ学校の教員や、退職後の趣味として40年ぶりに書道を再開した人など様々です。この日は最後の練成会、出品作を決める日です。あまりにはちょっとまっすぐですな、ちょっと脳がないみたいな。だからこう来てこう来てちょっと入り込んでこうとかね、なればいいんだけど、もう完全にこうまっすぐでまとめてしまった。それはちょっと気に入らんね。厳しいことを言っていただけるということは、それだけまあ愛情を持っておっしゃっていただけるとてもありがたいこと。やればやるほど難しさを奥の深さを感じているところですね。そうですか、はい。大学生時代に書道の勉強を始め、魅力にのめり込んだという森山さん。書道部で作品作りに熱中する学生の指導はとても楽しかったといいます。その姿は30年ぶりの教え子にも変わりません。学生時代は合宿で一日中書道漬けだった参加者たち、当時のことを思い出しているようです。楽しいなって思う。9時から夕方までしてて、ひたすらずっと書くんだけど飽きないっていうかね、面白かった。本当に30年ぶりのなんか気持ちというか、30年ぶりの感覚を懐かしく思い出しながら書いてます。いよいよ出品作を選ぶ時間。これにしましょう。はい、はい、ありがとうございます。これにしようかね。はい、あのこれが一番ね、こう重みがある全体の中で、このくらい重みがあった方が良さそうです。よかった。書き続けてるとちょっとなんかこう分かってくるんだなって、やっぱり続けないとダメなんだなっていう思いはしました。柱になってる線がね、ずしっと重くてね、気合が入ってるといいです。あれにしましょう。ありがとうございます。わらうです。竹を持った人がこう出てる。今日始まった協賛展、
森山さんが主催する書道研究会と熊台書道部の卒業生の作品合わせて57点が並びます。このうち元書道部の作品は27点。久しぶりに筆を取ったとは思えない力作です。もうよくみんな頑張ってくれたなと思いますね、はい、だんだん感を取り戻してきてるというか、それは非常にありがたい、嬉しい。でまたこれを機会に、せっかくならば少しまた勉強してみようかなという声も聞こえてきますので、ね、それはもう僕らとしては非常に嬉しいですね。書道がつないだ師弟の絆。作品展は今月7日までです。